はい、こんにちは、サルインです。行きましょう、イスクストー2というわけで、の実況をしていきたいと思います。765日目のログイン&日記です。パティ、ウィスウィス。皆さん、2020年1月の協力戦お疲れ様でした。いやー、疲れましたね。いろんな意味で。いや、でもね、今回は、初というか新記録がいっぱい出せたんで何よりでしたね。で結果を見ていきたいわけですけれども、ちょっとね、寝すぎましたね。腰が痛いっす。ど真ん中とユミチンとムニカちゃんでしたか。あとチムチシリウスオーラは無理だったんですか。アルタルトルデッドリー、チャグチセイガールズ3、リガテガールズ3、フタゴトガールズペア、コトブニネガールズ5。安い。さあ、全開してるよね。まあ、しゃあない。バリネティブメッセージをちょっと後でお返しさせていただきますか。ちょっともったいないんで、使うところだけ使います。すっごい寝たと思う。何時間寝たんだろう。冒険者レベルアップ。ね、健康的な生活をするとは言ったんですけど、なんかあんまりできてないです。ようないですね。出発するわよ。ゴールですか。2回ゴールですね、多分ね。見事、依頼達成。で、なんと、今は多分探索ポイント使わないでしょう。はい。あ、でも今日はあれだっけ。あ、大丈夫か。今日メンテ終わったはずだね。そうだね。ただいま。でやったね。エテルニアカがいっぱい溜まるよ。いい感じ。結構ね、冒険チャンネルもね、このままやっていけば終わっちゃうんだろうなと思うから、新要素の追加も欲しいかなと思ってますね。はい。でちょっとだけ対戦ポイント使って、なんでランキング見ましょうか。で、まあ一応もう調整はしてあるんですけど、決戦終わった後はね、特攻のパワーがなくなるんで、だいぶ弱体化したよね。100万ぐらい弱くなってきたんで、わーってなって、これが本来の私なんだって噛み締めてますけど。じゃあ行きますか。まあ、結果はね、まあ知ってるようなもんですけど、あ、そう、あと今日、ヨコちゃんのバースデーなんで、そう。それもあるからね、やることがいっぱいあっていいことですね。でね、10連ガチャとかも回したいんですよね。いやー、協力戦。いや、今回はね、なかなか多分ボーダーがいつもより高かったんじゃないかな。まあ、ね、リンクメモコが入って、初めての協力戦っていうことだよね。上位陣の方々も素晴らしいですね。いいね、この人。はい、レジェンドランキング上位の方、私もいつかはレジェンドランキングに入りたいね。またまた安泰。はい。第3、スコア5億9523万9731。アーサー大将さん。2位はスコア8億447万7905。蒼天の友大将さん。今回トップはナリシュ隊長さん、スコア11億5441万8045。素晴らしいですね。パチパチパチ。上位陣の方々がどうなんだろう。いつも、いや多分変わってるよね。多分いつもより増してる気はする。まあ、トップの方がね、こう10億超えたりするのは前もあったような気もしますけど、僕の結果は1200位か1300位ぐらいでしょう。1200位ぐらいかなですね。大体そう、そんぐらいになると思った。確か3035万8317で、ラチュラチャンキング1291、自己ベストです。でか、スコアも自己ベストです。今までの羽で見えね。今までね、2000万スコア超えたこともないやつが一気に3000万もできました。やっぱり強特攻の力は偉大だったということもありますかね。ね、プラチナランキングもまあ今まで1500位以内入ったことはなかったんですよね、確か。そうだね、2000位以内が最近の
ずっとやってた自己ベストなんで、うん、初めてです。まずまずの結果ですか。分かりました、励みます。お疲れ様でしたということでね、改めまして、いやー、なんかもうあの1000以内は入れないかなと思ったんですけど、なんか3000いって、3000万超えて、もうあの10連ガチャ欲しいなと思って、10連ガチャ券、うん、やったー。プラザンスレイヤー2000、これ初めてですね。わーいわーい。あ、でも2000、ん、待って、結局に初めて、ん、また2000、あれ買わねえのか。2000は持ってたよね。初めてじゃねえっす。なんでもないっす。10連ガチャ、これ2個になるんですよ。で、リョコちゃんのプラスのやつね。はい。うん、そうだよね。そうだね。1000位に入ったらか。1500位という、あの、称号はないってことね。そう、称号は確認できちゃう。なるほど。ありがとう。それは首をかきますね、私は。それ、そうなるか。ね、プラチナスレイヤートップ2000は変わらずです。総合が変わってね、初めてじゃねえしっていうね。まあまあまあ。ないでしょう。あとで抽選お疲れ様でした。見てないお知らせがあるで。ほんで、本日メンテナンスがあとちょっとでメンテナンスあるね。危なかった。メンテ前に起きれてよかったっていうことにしましょうか。あんまり用ないですけど。はい。メンテが3時から5時ぐらいまでありますからね。はい。メンテ開けが楽しいですよね。メンテ開けるまでにもやることがいっぱいある。で、先に涼子ちゃんのブロスでお祝いしたりとかちょっとしますと。あとそう、今ね、断捨離できますよと。強化支援キャンペーンやってます。っていうかね、なんだろうね。もしかしてさ、高くなってる強化ポイントの使用商品のやつって。なんか強化ポイントさ、みるみる減ってんすよ、私。みるみる減ってませんか、本当に。なんか一時期350万ぐらいまでいたと思ったんだけど、今247万しかないんですよ。なんか100万ぐらい減ってんだよね。って、まあ、確かにエクレアもちょこちょこ手に入れたり、まあ、UR、あとあれか、スーパーレアとかね、うん、スーパーレアも強化したりはしてたんで、まあ、だとしてもじゃないっていう感じなんだよね。ちょっとね、気になりますけど、私。まあ、今日、断捨離すればいっぱいあるんですよ。で、メンテ前にやることがいっぱいあるんだよね。で、りょうこちゃんのバースデーもお祝いしつつ、先にこれがいく？もう10連ガチャ2回回すために私は3000万スコアにしたんです。神引きもして忙しいかもしれないですけどね。神引きしよう。サムネが忙しいことになりそうだけど、頑張ります。結果発表のやつと、りょうこちゃんのバースデーのやつと、神引きの画面を用意しなきゃいけないか？真っ赤な三本線ちゃん。はい。連続爆死か。まあまあね。で、まだもう一個あるんで。いけー、頼むぞ。まっか、うわー、三文字ですよ。いや、なくはない。なくはないぞ。うわー。これはうわーだわ。お疲れ。終わりました。はかなくもつきました。いやー。まあね、確率で言えば低いからね。そっか。3000マスコまで頑張ったんだけどな。ちなみに、有力はこんな感じ。探索リクサー159個、協力戦リクサー193個。で、なんだかね、協力戦リクサー残り200個は残そうって言ったんですけど、結構使いました。でも、むしろ計算ミスったっちゃミスったんだよね。まあ、まあでも言うてかな。そんなに無駄にはならなかった。むしろ対戦リクサーがガツガツ。ちょっとね、今月じゃないや、来月か。2月はもしかしたら、待ってになるか。まあ、そこはやっぱり特攻次第かな。実際、ね、1500以内だったら多分もう少し余力があったんだけどさ。やっぱでも3000万行きたかったんですよ。でも結局1000位、あ、1000位の最後のボーダー見たい。でも多分3500万とかじゃないっすね、今。これじゃねえな。特攻戦じゃなくてました。ね、見れるよね、ボーダー。詳しく、ありがとう。違う、これ私やん。私を詳しく見てどうすんねん。これレジェンドやね。別のランキングプラチナな。プラチナのボーダー、最終ボーダーが見てるっす。1000位は、あ、すげえ、3700万。まあきちい。てか、うわ、でも1500位に入るのに
結局2900万だから結局3000万やんなきゃいけなかったんだね。そっか、なるほどね、なるほどね。てかいつもよりボーダークソ高くない？私いつも2200位入るときさ、1300万とか、いや1300万は嘘か、でも1500万だったりとか、まあたまに1800万ぐらいまでやったりもあったっけかな。でもそれでもだよね、いつもよりやっぱり高いよね。うん、なるほどね。そっか、でもどっちみち3000万までやらなきゃいけなかったんだ。じゃあいいや、うん、1500位入るためにはね、うん、ってことですよ。あー、へーへーみたいなさ、すごいな。うん、エベントプレイバック、私これ見たよね。またまだ強くなるからね、うんだと思うから、りょうこちゃん見ますか、バースで。うん、何にしようかな。あ、隊長さんお疲れ様です。お疲れ、おめでとう、覚えてくれてたんだ、嬉しいな。うん、今ねプレゼントを何にしようかって考えてたな。うん、そう、自分への誕生日プレゼント、わお。まあでもあってもいいよな。うん、ご褒美っていうのはあってもいいと思う。何かの時のためにと思って溜め込んでいた レアダイヤがたくさんあって、せっかくだから使っちゃおうって思ってさ。ほうほうほう、レアダイヤね。うん、ある意味レアダイヤがもうご褒美の子もいそうだけどね。うん、でも何を買おうか迷ってるんだよね。なんならレアダイヤを加工して指輪を作るとかでもすごい良さそうだよね。うん、というわけでまずは言わせよう。うん、いや、サムネはこのりょうこちゃんのやつと、うん、あれだね、結果発表でいいかな。うん、本当はちょっと神引きしたかったな。うん、数分後、砂波涼子、とある教会ショッピングモール。お、ゆんちゃん。涼子ちゃん、涼子ちゃん。おお、仲いいね、この2人。おはよう、ゆみ。涼子ちゃんは誕生日おめでとう。今日も一段と輝いてるね。あ、ありがとう、ゆみ。輝いてるかな。あらま、隊長さんも一緒。どうもどうも、いました。きー、悔しい。りょうこちゃんにおめでとうというのは私が一番だと決めてたのに、残念だったね。そんなに悔しがらなくても。やっぱり誕生日だから気持ち的な重さも2倍ぐらいにした方がいいかなーって。やっぱ寝起きで若干噛みますけど、許してね。あら、あんたたち。最近なんかりょうこちゃんとあまるちゃんの出番が多いね、やっぱりいろんな意味で。あまるちゃん、やっほー。そうだわ、りょうこ。今日はあんたの誕生日よね。おめでとう。おー。ありがとう。うん、なんだか二人とも最近仲いい系？まあ、いろいろありましたからね。ふふ、そうなんだよね。たまに二人きりでお茶することもあるし、噛むんでごめんね。それは任務のためにいろいろと打ち合わせがあるからでしょ？はは、これは本気で嫉妬しちゃうやつだね。ダブルリンクメモかは真っ先に二人がペアだったし、そうなんだよね。ユーミー。よし、決めた。こうなったら私もアマネちゃんとすっごく仲良くしちゃおう。あ、嫉妬ってそっちなんだ。何を仲良くするって。だいたいあんたと私は別に仲悪いわけじゃないし。ああ、そっか、そうだよね。ところであんた、こんなところでブラブラしてていいわけ？あんたんとこでパーティーとかなんかやるんじゃないの？それはそれで夕方くらいにあると思うんだけど、実はカクカクしかじかで、自分用バースで。レアダイヤをコツコツ貯めてるなんてあんたらしいわね。でもここまで来たら今度は何買おうか迷っちゃって。欲しいものはたくさんあるんだけど、どれか一つってなると決めきれないんだ。よし、それなら思い切って全部買っちゃえ。それはダメだと思う。ああ、それはそれでなんだかもったいなくて。ああ、でも買えるぐらいの潤沢な資金があるんだ。でもなんかありがたみに薄れるよね、一個一個の。何よそれ、まったく。つくづくあんたらしいわ。ま、わかんなくもないわ。うん、理解がある。それに欲しいと思ったものって、買っただけで満足しちゃうことない？間違いないっす。だから、欲しい欲しいって言ってる間が花なんだよね。買った途端になんか、なんかどうでもよくなっちゃうというか、なんか満足しちゃうっていうね、ほんと、もういいかなみたいなんで、買っておしまいとか。だから、なんか手に入れられないぐらいが気持ちいいっていう人間のこの不条理な感情。確かに、この前ます、すっごく欲しかった牛の被り物を買ったんだけど、牛？馬じゃなくて、馬はよく見かけるけどね。
買った今になって考えるとどうしてあんなに欲しかったか謎なんだよね。まあそんなもんだよね。うん。牛の？で妙なもの買ってるわね。まあそういうことなんだけど、うん。つまり買って使うことが目的じゃなくて買うこと自体が目的になってるのよね。その通りですね。うん。買うこと自体を目的にする買い物が全部無駄だとは言わないけど、まあ衝動買い的なやつもあるけど、まあでもそれがストレス発散になったりもするんだけどね。うん。まあでも後々後悔するパティーンもあるからなんとも言えないよね。なんで俺こんなん買っちまったんだよ、こんなん買わなきゃ別のもん買えたのに、なんて思うこともあるかもしれない。迷った時は本当に自分に必要なのは何か、買って意味のあるものは何か、を考えるべきかもね。でも実際そうだね。私はもうね、いろいろ悟った人間なんで、自分に必要なもの、今必要なものだけを買うようにしてますね。うん。まあ経済的にね、余力も、なんかそんなにないしねっていうのもあるけど、まあ仮に経済的に余力があったとしても、まあ最低限という。ただね、まあ難しいんですよね。あんまりその、貯蓄したりとか、あんまりその、ケチな、お金の使い方してると、ちょっと社会的な貢献度は低いんだよね。経済的な、経済には貢献してないっていうのもあるけど、まあそこはまあねっていうね。うん。でもね、やっぱそういう不景気っていうのもいろいろあるからね。難しいよね。みんながケチになったら不景気になるっていうなんかさ。うん。なるほど。買って幸せになれるものを買えってことだね。うん。なるほど。そう考えると、まあだからその中でそういうふうにこうやっていろいろやっていくと、自分の中で一番買わなきゃいけないもの、欲しいものが見えてくると思う。はっ。そっか、あまりちゃんありがとう。買いたいものが一つに絞れそう。それは何より。さ、よかったわ。おー、あまりちゃん、りょうこちゃんを導いてる。なんかすごいね。思ったことは言ったまでで、別にすごくないわよ。さ、邪魔した悪いから行くわよ。ああ、そうだね。じゃあね、りょうこちゃん。私からのタンプレは後で届けるよ。タンプレ。誕生日プレゼント、略してタンプレ。うん、また後で。そうだ、あまるちゃん。せっかくだから今度一緒にお茶しよう。何がせっかくなんだかわかんないわ。ま、してもいいけど。仲良し。だとしたら、やっぱりあれかな。一体あれとは。さらに10分じゃなかった、数十分後、ココナッツビカの面々、エデルのココナッツビカチームハウス。いろいろ考えてるね、みんな。あずきさん、ただいま。おや、リオか、おかえり。ずいぶんと早かったね。買い物は終わったのかい？うん、満足いく買い物ができたよ。ということで、はい、あずきさん。おっと、あげちゃう？ん？なんだい、このキーホルダー。みんなでお揃いのが持ちたくて買ってきたんだ。なるほど。チームでペアのやつね。Let's make it happen! いただきました。あれ、りょうこ、出かけてたんじゃないのか？はい、いぶきさんとゆきしろさんも。あとはあこちんだね。いやいや、待ちなよ。お揃いのが持ちたいのは分かったけど、突然一体どうしたんだい？あ、今日は私の誕生日でしょ？だから自分に誕生日プレゼントをと思って買い物に出たの。それで何を買うか迷ってたら、あまねちゃんに買って意味のあるものを買えって言われて、それでこれを買ってきたんだよね。みんなで同じものを持つと、より一層チームの絆が強くなると思わない？いい考えだね。なるほど、良子らしいね。ああ、自分へのプレゼントを買いに行って、結局みんなにプレゼントを買うなんてね。ありがとう、りょうこ。よし、それじゃあ今日はこいつのお返しにパーティーを盛大にやらなきゃな。いいよいいよ、いつもと同じで。まあ、いつもと同じでそこそこ盛大にやるさ。さ、準備に入るじゃん、また準備に戻るよ。これ、あこっち出てこないパーティーあるんじゃない？あるな。隊長さんも若い者に付き合ってくれてありがとう。でも今日はまだまだこれで終わらないよ。おう。ほら、隊長さんも一緒にパーティー楽しんでって。はい。あこっち。あこっち。あこっちよ。まあ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 。うん。
ただ皆さん、レアからエクスリームでもアディショナルコンビの、はい、いろいろあります。ちょっと待っていかせていただくね。はい、こちらはね、いろいろありますのでね、経済的に緩くない方はね、ぜひお買い求めください。そうなんだよね。やっぱ、この課金するという行為も、こう運営さんの助けになったりもするわけでね。てか、間違いなくそうなんですけど、この無課金野郎はね、まだあんま手助けできなくて申し訳ない。宣伝だけはしてるということで、許してください。はい。というわけでね、早速、りょうこちゃんにプラスでプレゼントをあげたりとかしていきたいわけですけども、あんまりね、ちょっと長いところにちょっとあれなんで。これ通常モードになっちゃって。ハッピーバースデー！中古って、いろいろと、まずプレゼントあげていこう。お星様あげちゃう？この辺は、りょうこちゃんにあげるか。とりあえず、もう一回10個あげちゃうか。レベル低いですね。下げてからあげます。やったー、対戦エリクサーだー、ありがてー。とりあえずエリクサーをね、いっぱい回復します。車上げよう。下げてからあげますからね。対戦エリクサー、いや、いくらあっても困らないぜ。ほんで、3台セット上げていこっか。ええ、まあ。レベルアップ。はい、やったぜ。いや、ぶっちゃけね、強化ポイントも今日カツカツなんで割と欲しい。誕生日プレゼント、大長さんありがとう。いえいえいえ、大長さんのおかげで聞いたところ。おお、すごいぞ、祭りだ、エリクサー祭りじゃ。ありがてー。あと1個ぐらいあるボイス助かる。ああ、いいですね。やっぱ誕生日はいいね。残り200ぐらいもあだす。あれ、なんかボイス、なんか普通ボイスだった気がするな。あとはいいかな。もう一周だけすっか。はい、というわけでちょっとだけ高速モードで任せていただく。まあ、なんなら編集でパッていってもいいんだけどね。よければこの辺はまあでも一応残せとくね。さんの、おっ、2個セットいただきましたよ。これが嬉しいよね。探索エリクサーの2個セットやっぱ存在してないのか確認したいんだけど、でも今までやってもらってないってことはないんだろうね。よければおお、すごいすごいよ。りょうこちゃんめっちゃ返してくれるな。ありがてえ、ありがてえ。これでまた来月も戦える。で、もうちょっとだけあげる。もうちょっとだけあげて、お、SR 除去ガチャピン回したのか。あ、これももらえるんだっけ。なるほど、ナイス。で、まだレアダイヤがね、レアダイヤの交換があるんで、こんなもんかな。一回このぐらいにしとこうか。2月もまあバースデーあるからね。で、こんなもんじゃない。最後にこれをあげる。私に誕生日を覚えててくれたんだね。会長さんのおかげで今日は素敵な誕生日だったよ。だからはい、ありがとうね。あざす。各種リミットリクサーをいただきました。というわけでね、ヨコちゃんね、ハッピーバースデーということで、皆さんもぜひお祝いしてあげてください。さあ、じゃあ、ついでつなんだけど、にほちゃんにも一応あげようか。ほほ、これはナイスエキスラ。お、結構回復してんね。あ、しかも消費が少なかったわ。あ、上がるこれ。嬉しいが上がる。あと7レベルだよ。でもな、2月中に多分次来るんだよね。240になるのか。次はなかなか追いつけないね。まあ、それがいいといえばいい。で、探索エリクサー170個、挑戦エリクサー206個、対戦エリクサー93まで回復しました。てか対戦エリクサーめっちゃ出たね。ありがてえ。これでまだ頑張れるよ。まだまだ頑張るよ。あ、そうか、もう UR 交換できないか。まあ、UR ね、本当は引き換え系にしたかった気持ちだったんですけど、あくまでも気持ちね。
たね、そうプレゼントあげたことによってレアダイヤもまた増えるんで、これでね循環させていくわけですよ。このレアダイヤまたこの3000セット取って、はい、循環させていこう。あとそうか、あれもあるのか、断捨離もせなね、やることいっぱい。ガチャはまたこないでしょ、メンバーちゃう。他のメン断捨離します。先に伝統か、通常ゲントってかさ、結構あれなんだよね。通常ゲントってかさ、特攻ラベンセッカー、特攻はこれがある。これ便利だよね。あ、今回でも、そっか、レア、あ、なるほど。だって2種類しかなかったんだ。レア特攻。初めてじゃない？レア特攻2種類って。いつも3種類あったよね。だからあれか、収束しやすかったのか。なるほど。そういうことかな。それもありそうだよね。やたらと収束したもんね。そうか、3種類じゃなくて2種類しかないから、落ちやすかったんだ、いつもより多分。そういうことかもね。貯めましょう。247万9760からスタートね。まあ、約250万弱。で、この後ダメコン来たら知らない。知らないじゃないんだけどね、っていう。消してもらいます。あと新しいメモコも増えてるからね、この辺見たいね。また後で送りましょう。やりねー、結構溜まってると思うね。スーパーレアはね、アビリティに回してましょう。あれちょっと待って、こんなのか。じゃあ、あとは特攻にか取り込んだ方がいいか。そう。まあ、本当に困ったら、SR 特攻も取り込もうとは思うんだけど、まだそこまで困ってないから、残り100万切ったりとかしたら考えようか。で、これで。おお、21万。まあ、特攻の収束率高いからね、今回ね。それだから、多分それもあるかも。まあ、てか、いつもよりやっていくからね。レイドオブリーいっぱい買ったしね。プラス30でしょ？プラス30とプラス27だもんね。結構いってると思う。いつもそんなにいかないと思うんだよな、これ。じゃあ、21万回収して、まあ、30万ぐらいかな。30万ぐらい増えましたね。頑張っていきましょう。で、あとは心がビッて終わりますか、一旦。早くしないとメンテになっちまうぜ。さあ、バブパトルパペット倒して。で、今日は2回取りたいかな。メンテ明けも取りたい。倒して、こう、ワンパンですね。40万は出るからね。最大マックスパワーで、周りをついて、マリオ、なぜかマリが暴れていく。すごい。さあ、心玉温めて、私は10連ガチャで神引きするんだ。神引きでってかな。なんか、ここ最近、いやでも、今年入ってから、年末はいい神引きしたよね。今年入ってから、まあまあ、一応あれか、特攻ガチャの神引きはしたよね。強特攻収束したのは初めてだっけ？初めて？なんなら初めて？かもしれないからね。神引きと言っていいでしょうよ。というわけでね、アルカちゃんの攻略を徐々にやっていこう。で、それをやってる、多分やってる間に、誰だね、でも、第4が来るのかな。まあ、わかんないね。結構、心だけにずれ込むこと多いから。多いからって一番なんかあれですけど、別にディスってるわけじゃなくてね。まあ、もしかしたらわかんないね。今は第4回が2月末だけど、ずれ込む可能性はあるかな。じゃあそんな感じで、改めまして、2020年初めてのね、初の記録戦お疲れ様でしたということでね、まあ一回ね、ゆっくりと休んで、またね、来月に備えていきますよ。ではでは。